よう、伊織さん、来るのを待ってたよ。ちょうどあんたの腕を借りたいとこだったんだ。一つ頼めるかい？ああ、こたびは何をすればいい？それなんだがな、盗みを企てる無頼の浪人どもを懲らしめるか。おう、頼むぜ。近頃この手の浪人どもが多くてな、おかげでこちとらてんてこまんよ。牢跡に走る浪人はまだ増えるぞ。改易や取り潰しに遭う大名家が多い。おのずと浪人も増えようものだ。まあな。いや、あんたは偉いよ、伊織さん。かの新面武蔵のお弟子様にもかかわらず、はした金で俺の務めを手伝ってくれてよ。世が世ならあんた、立身出世も夢じゃなかったろうにな。望んだあり方だ、これでいい。だが、はした金というならお前、もっと積んでいいんだぞ。腕に似合わんよな。すまん。奉行所もこれでなかなか厳しくてな。いや、冗談だ。そう言ってくれるとありがたいね。そんじゃま、よろしく頼むぜ。癒されるな。まずは依頼を果たそう。まずは依頼を果たそう。手はず通りに盗みに入る。先を思えば金はいくらあってもいいからな。石川何がしの真似事か。やめておけ、首が飛ぶぞ。
なんだ貴様、面倒だ、消せ。一つ強くなれたか、片付いたか。よう、終わったな。いつもながら手際が良くて助かるね。手ごわかったぞ。いささか肝を冷やした。そうかい。そうだ、では銭をいただこう。ん？おい、あた、その手はどうしたよ。左手の甲だ、ずいぶんなざじゃねえか。あざ、こ、うん、あざ、確か先刻の浪人が何か言っていたな。こりゃまた派手に赤くなってんな。あんたが食らうとは珍しいこともあるもんだ。少しはもらったが、左手の甲受けた覚えはない。放っておくさ、痛みはないし医者に見せる金もない。なあ、そうかい。そんじゃこれが今日の分だ。明日も来いよ。明日は確か吉原だったか。揉め事には欠かない町だ。だからあんたみてえな腕利きがいるんだよ。頼んだぜ。さて帰るか。お疲れ様。夕げの握り飯も用意しておきましたか。世話を焼きすぎだぞ、かや。しかしありがたい。このあざ、痛みはないが色味が濃くなっているな。なんだ。紅玉は寝ているか。明日にしよう。せくようなことでもなし。たかが左手のあざ一つ、我が凪の日々が揺らぐほどでもなし。食ったら寝るか。今宵はやけに月が眩しいな。
なんだ。逃げるにしかず。俺はまだ死ぬわけには。俺はまだ死ぬわけにはいかない。この光、やはり。察するに、君が私の呼び人か。待て、貴殿は。ふむ、私はセイバーのようだな。セイバー？いとまがない。まずは離れる。呼び人よ、君の名は何だ？イオリ、宮本イオリだ。ではイオリ、遅れるなよ。待て、セイバーと言ったか、司祭を。気安いな。呼び捨てられる覚えはないぞ。名乗ったのはそちらだ。いや、話をするいとまはないか。行くぞ。逃がす。弱い君、剣以外の脳はないの？なくはないが。ここだ。行くぞ、イオリ。ではないがな。まじない、妖術の類か。威力はないが出が早い。うん、剣のみよりいくらかマシだ。それ。終わりだ。の手と
揺るがぬ地のごとく。灰は灰、塵は塵。すべてを等しく燃やし尽くしましょう。あの槍、なんぞか。一晩のうちに二鬼と相まみえるとは幸先が良い。命が惜しくば下がれ、より私がやる。少し彼らを見たい。ライダー、見せてやる。そこだ。の声を聞きなさい。見せてやれ。やっやー、見くびらんの。せっけりゃ。火の海に沈みかねえ。俺はどうすれば。より、ほうけるなよ。同類が心
こにも一人。欲しがりだな、ランサー。ならば来い。ここを収める気はないか。ならば。これは。ホーグ。やめろ！うっ！あー！セイバー！うっ！今の何が起きた？引きましょう、マスター。英月の儀、人目をはばかるべきかと。我らも下がる。ライダー宮本伊織、マスターの一人として今は不足と見た。承知。伊織殿、次に会う時は必ずやお命いただく。逃げるか、おのれ。待て、セイバー。なぜ追わぬ、伊織。私ならあの程度の連中。町を砕き尽くすつもりか。いいか、二度とその刃を、それを水の鞘から抜くな。そんな、そんな、見ればわかるだろう。大筒どころの話ではないぞ。これはわからない。あれは私の武器の中で最も強力なものだ。あらゆる敵を打ち滅ぼす最強の剣だ。当世の知識は多くないが、いわばそう、殿下の宝刀というやつだ。殿下の宝刀であればなおさら抜くべきじゃない。そうなのか。それではただの刀剣と変わらんとなると、うん、ただの剣で屋敷が粉みじんになるか。とにかく抜くな。いいな。そういうものか。それならば、うん。英月の儀を生き残ることはできんの。英月の儀。
そうだ。伊織、君はすでに選ばれた。その左手、甲に浮かぶ印が何よりの証。君は、英月の儀に携わる予備人、マスターの一人となった。英月の儀。先刻、異国の女も言っていた。それは何だ？ひどく大掛かりな手段。七人のマスターが最後の一人まで殺し合う生存競争。うつしよ。君を襲ったユイや顔を隠した男もマスターとなったうつしおの者たちだろう。そう、マスターはうつしおの者、我ら常世の者を刃として扱うのだ。我らは英霊サーヴァントとも言う。かつて死して仮初めの命で写し世に戻りし者。私と君は仲間同士なのだ。遺憾なことに。呼び人、マスター、サーヴァント、英霊、かつて死して。死人が蘇るものか。何を言ってるんだ。死した者にできることはせいぜい恨みを埋めく程度だろう。立って歩き街を砕く亡霊なんて聞いたこともない。亡霊扱いとは肝が据わっているな。英霊とは事の葉の通り英雄英傑の魂だ。少なくとも私はそのように捉えている。先刻の黒い武者は？あれも英霊だ。陰気な女もそうだ。ま、生前に英雄として誉れを得たか、死後に英雄として崇め奉られたか、どうあれ英霊、人を超えた者たちだ。ではその力はまじないの類ではなく、この身に備わるものだ。頭から足のつま先まで力はみなぎっている。ここまで言えば分かったろ。ん？君は弱き者なのだ、英霊に比べれば。いや、わからん。わからんなりに飲み込んだ上で、生き残った最後の一組とやらはどうなる？願いが叶う。何？おのが願いが叶うのだ。義によって祀られる英月の力によってどんな願いも実現する。残った最後の一組がその力を得るという話だ。願いか。うん、願いだ。その様子では興味を抱いたか。貴殿にも願いがあるのかな。ないのか。いや、ある。あるとも。サーヴァントとして召喚に応じた以上きっと。物忘れ。ただ物忘れをしてしまったようで。物忘れだ。うん、嘘をついているようには見えんが。では忘れる程度の願いだったと。うぐ、君はあれだな。真面目な顔をして辛辣だな。正直なだけだ。減らぬ口だ。いや、いい。立ち話はここまでだ。より、ねぐらまで案内しろ。ああ。いや、ちょっと待て。俺たちは今後寝食を共にするのか。うん、そうだ。そうか、そうなるのか。ん？何を難しい顔をしてる。行くぞ。これが当世の家というものか。この荒れようは常のものか。いや、黒い武者に襲われたゆえだ。普段はもう少しマシだ。本当についてきたな。それで話の続きだが、義について他に分かることはあるか。ないぞ。ん？ない。ない？ない。私もこれ以上は知らないんだ。
もう少しこう、何かあるだろう。アン君の催す御前試合でさえ、もう少しあるだろう。私が言えたことではないが、同感だ。知り得ることは少ない。その上で、トオウ、イオリ、君は、英月の義を何とする？他のマスターやサーヴァントを退け、英月を欲するか？うん、英霊。英雄英傑の蘇り。すさ、あれらが相争うのが英月の義ならば、江戸の民草の多くが死ぬだろう。かやも、悪しきこと、許されぬことだ。それはわかる。八百野鳥を火の海にはできない。それは、人の道に反する行いだ。ふむ。君は、そういうのか。思うところはあるが、嘘のない、良い返答だった。より、力不足も甚だしいが、私のマスターとして認めよう。ではまず名を教えてほしい。英霊、かつての英雄英傑、貴殿はどんな人物だったんだ？どんなって、わからないのか？じゃあいい。私は名乗るほどのものではないということだ。貴殿を呼ぶときに支障が出るだろう。おいでもお前でも好きに呼ぶといい。そもそもイオリは弱い。弱いマスターに名を明かしても私に利はないぞ。例えば、イオリが敵方に捕らわれて、そのまま我が名を明かすやもしれん。あるいは生き人形にされるやもしれん。故に、イオリに我が名は教えられない。そんなに名が大切か？うん。そうか。ところで、俺が敵に捕まるのは定めか？敵が弱いなら捕まえるもの。マスターならなおさらだ。うん。捕まった俺を助けよう。とは、イオリがいようといまいと戦力的に変わりはない。マスターが死んだのならそれはそれで戦いやすくはなる。確かにな。貴殿に比べれば吹けば飛ぶ神が如くではある。神？神ではないな。響きが少し違う。吹けば飛ぶものなのか？おや、それも知らない。ものを知らないのは過去を生きた人物であるからか。しかし今を知らないというのは都合が良くなかろうに。そのあたりすり合わせがあって叱るべきだな。なんだ急に黙って。眠いのか？うん。おーい、より、おーい。さようなこともあろう、英月の儀。何分手探りの試みゆえな。は、ランサーの妨害さえなければ神明の類推もかなったのでしょうが、ともあれ、これでようやく七人の呼び人が揃ったと言えましょう。土帝殿。報告、大義であった。して小説よ。なぜキャツをみすみす、取り逃がすような真似をした？それは。こたびの件、お前の友も腹に据えかねていると見えるが。恐れながら、慈悲深き我が主よ。無知な者を無知なまま殺すことも慈悲かと。言ったはずだ、ライダー。マスターの自覚なき者を斬るは我が心情にもとる。よい。聖水入を済まず、石上五穀を生ぜず、せいぜいその気真面目さで斧が首を締めぬよう努めるのだな。
即戻るぞライダー、長居は無用だ。お待ちを、無作法者がそこに。問答無用で切りつけるとはな。義に無関係な人間だったらどうするつもりだ。ランサーとそのマスターか。このような弱に一体何の用向きだ。奇襲以外何があると。もっとも子孫自体がね。随分と大胆な奇襲があったものだ。とはいえ貴殿が相手なら話は早い。ライダー、待て。やる気が有り余ってるのは結構だが、そいつと正面からやり合うつもりはない。ではどうするつもりだ。くだらない思い出話をしようじゃないか。由衣小説。何故私の名を知る。知恵門。己に加盟なし。かようなものは島原の炎で灰となって。島原の生き残りならば、もしや貴殿、森総意見先生を。よく知っている。さあ、くだらない思い出話をしようか。知恵門殿、私も貴殿とは話をしたい。わしが剣にのみ生きたのは今のお前ほどの自分だった。戦国の世が続いたならば、わしはそのままで生きただろう。だが世は変わったならば、道も変わるは道理。二天一流は剣のみにあらず、心の形、人が人としてよく生きるための武蔵なりの覚え書になった。いおり、お前は特別だ。他の者とは頭の出来が違う。新しきを受け入れる柔らかさ、古きを尊重するつつましさ、和をよしとする穏やかさ、そしてその上で合理を選び取る勘の良さ。お前を養子としたのはその才を見抜いてのこと。鍛えれば良い試し切りの相手になるだろうとな。決して情などではない、情などではなかったのだ。師匠。だがお前は優しすぎた。若い自分の武蔵であれば、あるいは師匠。武蔵の教えなどお前には苦痛でしかない。そのような運命に出会えば当然のように従うだろう。人助けなど全く。お前は生まれる時代を間違えたのだ。師匠。起きろ。聞こえないのか。いや、師匠はもうとうの昔に
いい加減起きろ、より。おはよう、セイバー。その呼び方は…まあいい。遅いぞ、より。先が思いやられる。あの程度の戦いでどれほど疲れ切った？まったくもう。次は君の眼に塩水を垂らそう。それは困る。驚きのあまり刀を抜きかねん。ほう、伊織が抜くか。となると私の加減次第では返す刀で伊織は真っ二つになるな。そうだろうな。だったらなおさらやめてくれ。善処しよう。それより君にはさっさと起きてやるべきことがある。というと？私たちは寝食を共にするのだ。夕べ君の言ったことだろう。寝て起きたならば次は食べる方。うん、朝毛の時間だろう。さあ支度を、より。兄ちゃん大変だよ。隣の家がみんな壊れて。おや、来客か？客というか昨日の今日だぞ、カヤ。一体何しに？兄ちゃん家も大変じゃない。一体何があったの？ああ、そうだな。昨夜は人ならざる者の襲撃を受けたと。どうしてカヤに言えようものか。何、単純な話だ。荒ぶる雷神の放った雷がこの辺りに落ちた。おかげで昨夜は大騒ぎだ。なあ、伊織。雷か。誰ですかこの孤児。綺麗。もしかしなくてもこれって兄ちゃんが女の人を長屋に。私はセイバーという。察するに君は伊織の妹子か。兄上の妹です。セイバーさん、兄上といつ祝言をあげてくださるのですか？カヤ、客人の前ではしゃぐものではないよ。俺はセイバーと大切な話がある。悪いが今日のところは帰ってくれ。大切な話？それは妹として聞かざるを得ないような。どうしよう、こんな綺麗な姉上ができるなんて心の準備が全然間に合ってないっていうか。勘違いで姉を生やすな。ほら帰った帰った。何を焦る、より。大事はない。妹子は私が守る。そういう問題では。そもそも君が巻き込まれる必要すらないぞ。伊織がどこかに隠れていれば私が全て済ませよう。伊織とてライダーとランサーを見てまともに斬り合おうとは思うまい。むしろ思われてしまうと困る。ん？何の話？うっふん、黙って聞いておれば大層な口を聞くではないか、セイバーとやら。何者だ？本のじいちゃん。やっと起きたか。あれだけの騒ぎの後に随分とのんきだな。ん？喧騒が心地よう身に響いての。気づけばぐっすりと眠っておった。いおり、これは本だよ。本？ああ、南蛮の書だ。日の本の書はもっと薄いしよく曲がる。はは、なるほど。東大では木に書くのはやめたのか。木簡か。本を知らぬとなればやはり相当に古き時代の人物なのだろう。こそばゆりはそう熱く見つめるでない。まあわしのような書に夢中になるのは仕方ないかもしれんがの。しかし本か。時が変われば書も口を聞き空を飛ぶようになるとは、なんとも驚きだ。いやいや、本は飛ばないし喋らないよ普通。
そのじいちゃんがおかしいだけだって。おお、ならば何がしかの怪異か。おかしいだの怪異だの、悪意のないトゲが突き刺さるわ。じいさん、攻玉の書は父の遺産だ。いずこの文字で書かれたかすらもわからず、読むのを諦めていたが、ある日突然俺に琴の葉を放ってきてな。正直驚きはしなかった。琴の葉でやり取りができるのは、なんというか、書を読むよりもたやすいしな。そうして俺はじいさんにいくらかを教わった。体中の経絡を研ぎ澄ませ、半年の後カトンの会得に成功したというわけだ。カトン、ああ、昨夜君の使った術だな。ならば差し詰め、この書は君の術の師か。師が傍らにあるなら、うん、今からでもまじないを本文としたらどうだ。剣よりよほど身を助けるだろう。俺の本文は剣士だよ。どれほど弱かろうともな。剣士。って、のんびり話してるけど、兄ちゃん、家なんとかしなきゃ。埃も泥棒も入り放題になっちゃうよ。そうだな。これでは朝毛もままならん。ならばいよりよ。これを機にこの長屋に魔術工房をこしらえてはどうじゃ。家事師に家事場あり、魔術師に魔術工房ありじゃ。工房？なんだっけそれ。お前も前にじいさんから聞いたろう。魔術師の持つ家事場のようなもので、さらには砦のようなものなんだそうだ。しかり魔術師の魔術工房とは難攻不落の要塞なり。だが余人に知られては三流の仕事。一見してもわからぬよう長屋を砦へと変えるのだ。ほうほう、守りを固める術ならぜひやるといい。やぶさかではないが、うん、工房作りには素材がいるぞ。無から有を望んではいかん。まあ道理だな。銭はまあ昨日の稼ぎで足りるじゃろ。さあ必要な素材を買いに出るぞ。ありがとうよ。毎度あり。毎度あり。お侍さん、変なもんばかり買ってくね。ま、こっちは大助かりだが。
未だ半ば。おかえりなさい。買い物ちゃんと終わった？ああ、必要なものは揃ったはずだ。では始めるとしようかの。こんなところじゃな。広くなったが、その隣家の壁までぶち抜いてしまったぞ。どうせ空き家じゃ、構いません。方々とはそれなりの広さが必要なのじゃよ。儀を終え次第元に戻しておこう。さて次じゃ、工房についていくつか教えておくとしよう。私は支度しながらつまんだから、あとは二人でゆっくり食べてね。おい、まだ勘違いを。それじゃあまた。セイバーさん、兄上をよろしくお願いします。お身をつけか。うん、実に米に合う汁だった。ごちそうさま。いつまで飯の話をしている。英月の義はどうなった？腹が減っては戦ができぬと当代では言うのだろう。食をおろそかにしてはいつまでも弱いままだぞ、より。それは分かっている。カヤにもよく怒られているしな。ともあれだ、今後の動きを決めるとしよう。動き、うん、それは英月の義をどう戦うか。ああ、ふむ。ならば私から言っておくことがある。義がどうあれ、戦場に呼ばれたからには私は勝利する。優先すべきは敵マスターとサーヴァントの撃破。それ以外のことを私は考慮しない。待て、それは江戸の民のことはいないものとして考えると。うん、分かってもらえて何を。本当に？その驚きは何についてだ。ではそうはならぬよう立ち回らなければな。言わずとも構わない。ゆうべ君の意思はもう聞いた。そうか、では今後の動きは決まったわけだ。さて、では俺は出かけるとしよう。出かける？え？この工房、君が引きこもって身を守るために作ったのではなかったのか。銭を稼がねば飯は食えん、道理だろう。稼ぐ、銭。ああ、確か、うん、物を買うあれだな。貨幣に縁遠いのか。ならばもしや平安武者あたりが。剣士としての務めか。近いが遠いな。切り合いなどそうはない。江戸の町を取り締まる同心連中の手伝いさ。今日は
吉原へ行く。同心吉原、よくわからないが君は何かを手伝うのだな。セイバーは留守の番をしていろ。俺一人で構わない。どうした？いや、私も行く。そうだな、行った方がいい。行くべきだ。虫の知らせがあってな。もとより君が決める言われもないだろう。そうかもしれないが。なら決まりだ。お、そうだ、私は江戸には不慣れでな。しっかりと案内を頼む。己の町だ、知らぬことなどないだろう。可愛らしい異種返しだな。まあ案内くらいはしてやろう。勤めの邪魔はするなよ。銭を稼がねばお身をつけも米も食えん。米とお身をつけ、それは一大事だな。任せろ、邪魔はしない。では支度が済んだら声をかけてくれ。私はいつでもいいぞ。